はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今日はですね、じゃん、だいぶ昔に買ってたんですが、完全に飲むのを忘れていたという、ね、ティオペペという、こちらはですね、ワインではなく、じゃん、俺初めて飲みます。シェリーです。アルコール度数15度、容量が 750ml。シェリーですね。ベルモットは飲んだことあるけど、シェリーは飲んだことない。どんなもんかな。ティオペペと書いてあります。ティオペペ。ペペローションか。まあ、あれですね。シェリー、いや、全くわかんないですけど、シェリーって何？っていう話。ワインとはいや、製法は多分似てるんだ。ベルモットと同じくね。おそらく。ベルモットと同じような感じやと思うんですけど。うん。コルク。まあでもシェリーってほら、関係ないけど、コナンのシェリーとしか聞いたことない。それぐらいしか聞いたことない。シェリー。それじゃあ乾杯。これさ、もしかするとやけどさ、これさ、賞味期限とかってあんの？賞味期限ってあんの？封切ってから。あ、賞味期限ないって。10年常温保存なので美味しく飲めるかは微妙だ。ああ。でも俺、これ買って、1年か2年ぐらい。これがうまいのかもよくわかんないけど。これうまいの。てか、これ賞味期限切れてないとして、俺ちょっとシェリー飲んだことないから、これが賞味期限切れてんのか切れてないのか全然わかんない。飲んだ感想として、これ賞味期限切れてんのかなって。これがまずいものなのか、うまいものなのかっていうのがさっぱりわかる。あのね、はっきり言うとまずい。なんか、臭い。なんか、臭い。なんやろこれ。まずいな。うえってくる。なんか、うえってくるっていうか、なんやろこれ。シェリーは、酒精強化ワインだそうです。うわ、これ癖強えな。これ癖強えな、マジで。なんやこれ。ものすごい癖強いぞ。これが賞味期限の由来のものなのか、いや、もともとシェリーはこういうものなんです、なのか、わかんない。アルコール度数は普通のワインより高めって。アルコール度数15度しかないんやけど。普通のワインも15度や。女性がシェリー酒を飲みたいは、イコール愛の告白だそうです。今夜は帰りたくないのいいらしいです。
この意味を誰も知ってないと思う。知ってる人いるか？ティオペプ、シェリー、ティオペペ、ティオペペ、キリンビールだ。今度さ、普通にさ、これさ、シェリー買ってみてさ、あの賞味期限切れてんのか切れてないのかっていうのがさっぱりわかんねえ。ティオペペはスペイン人の 80% が認知しているブランドです。スペインにおける辛口シェリーナンバーワン。これ辛口なんや。確かに全然甘くはねえな。むしろなんか、酸っぱくもないけど、なんやろな。変な癖あんな。癖っていうか、香りがすごいね、なんか。ナンバーワンドライシェリーだって。もう香り自体おかしい香りがするね。なんか、これ酒っていう香り。これお酒っていうかワインこれっていう香りするんですよ。なんじゃこりゃ。ゴンザレス・ビアス社、自社畑の石灰分の含有量の多い真っ白な土壌で育ったパロミの品種から作られる辛口シェリー。なんやそれ。パロミの品種。ブドウだよね。淡く、黄金色に輝く優雅な色合いにシェリー特有の香りが特徴です。エルブリをはじめとする約50のスペインの保湿器レストランをはじめ世界のレストランで食前酒との定番として、また魚介類など料理を彩る辛口ワインとして選ばれています。2から5度にしっかり冷やして楽しんでください。これ腐ってないか。ちょっと待って、これマジで腐ってる気がする。腐った香りがする。これあかんのちゃう、これ本気であかんのちゃう、これマジであかんのちゃう、これやばいで、これ腐ってんのちゃう。ちょうど2年前か1年前ぐらいのやつやけど、あれかな、常温保存でずっとやっとって、しかも日向のあたりに置いといた気もするけど、これ大丈夫か。まずい。ティオペペちょっと。わからん。全然飲んだことないからさっぱりわからん。独特の味だって。いやだって白ワインじゃねえよこれ全然。俺が飲んだことある白ワインの味じゃねえよこれ。これ腐ってる気がする。さすがにこれ言うてマジで腐ってる気がする。うん。これ腐った香りがする。若干。これあかんなぁ。マジで腐ってる可能性あるぞ、これ。これ本当に腐った香りする。
でもこれがシェリーの味だとし、味どんなもんやろな。紹興酒に似ていた。わからんな。これまずすぎるぞ。いやごめん、これさすがに腐ってると思う。俺が思うにこれ腐ってるわ。これ絶対腐ってると思う。これあれや、日向に置いといたせいで多分腐ったんや、おそらく。明らかに匂いこんなあれやないもん。絶対腐ってると思うわ、これ。これ絶対腐ってると思うわ。だけど、腐ってないっていう可能性まだあるから、もしかするとね。あるから一応残しとくけど、冷蔵庫に入れとくけど、絶対腐ってると思う。これがマジだ、マジならば、ちょっとやばいね。まずいとかの、レベルを超えてることもないけど、飲めなくはないんだけど、クソまずい。なんか、なんか、ドブじゃないけど、なんかの香りがする。明らかに水がなんか腐ったような香りが明らかにする。これ絶対腐ってるわ。100% 腐ってると思う。これ今度あれや。明日、ちょっとあれ、近くの酒屋行って、ちょっと、これティオペペ買ってくるわ。これ絶対腐ってると思う。絶対腐ってると思う。買ってきて、飲み比べしてみて、飲み比べっていうか普通に飲んでみて、これと味全然違ったらもう完全に腐ってて捨てるわ。捨てる。これ買うもんじゃねえ。これ買うもんじゃねえっていうか、一応、暫定として、一応、ね、2141です。ご視聴ありがとうございました。